まあ、早速ですよ、時間がないので早速、先ほど七海先生が一番最初の方に喋っておられた被災地のタイプ分けという話を、3月の末ぐらいから、まあ、七海先生とか堀口さんとかとお話しさせていただきまして、で、それ以前に私自身としては、まあ、その阪神・淡路の時と、まあ、今回を比べてですね、まあ、被害の状況とかいろいろ差はあるんですけども、もう一つこの、いろいろなリモートセンシングのデータが整備状況と、それからそれの公開のスピードと量と質がやはり大きく15年、17年で変わったなというところをこう関心を持って見ていましたので、まあ、ちょっとその辺をご紹介させていただきながら、あれなんですけども、翌日にはアジア高速とかパスコが、まあ、例えばこういった写真を公開したりですとか、それから標高のデータをもとに、まあ、とりあえず10メーター以下の場所はここですよと、ここが、まあ、冠水する可能性がある場所というような地図をですね、どんどんネット上に、公開していったりしていきながら、2日後の13日には国土地理院が航空写真を、公開しました。でこれがものすごい量と、それから精度とスピードで非常に私は驚いたんですが、これがやっぱり、しかもこの範囲にわたってですね、青森から茨城まで、福島の土地は飛んでいますけれども、大体2400枚ぐらいあるんですけれども、撮影し、公開しています。でこれがやはり非常に大きなものだったなと思うんですけれども、非常に高精度で、これは翌日の12日に撮影したものですけど、これは全然ちょっと縮小しているのか、当該で見ますと、こういった解像度になりまして、翌日ですね、まだ燃えている煙が出ていたり、それから車の1台1台までこう判別できるぐらいの精度のものが2400枚も公開されているというところが非常に、大きいところだと思います。でこういったものをと、それから衛星画像ですね、JAXA が持っている大地という衛星とか、パスコの衛星とか、アジア高速とか、そういったところが衛星画像を使ってどこが浸水したのかということをいろいろ分析されていまして、まあ、これは大体赤外線で、水があるところが判別できますので、まあ、そういったところはどこかといったような判別をされて、これもどん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 公開をしているわけですね。でただその辺は誤差が多少出ますので、そういうものだというふうにして見ればいいわけなんですけども、例えばこういったものが地元の自治体の方々 の復興計画を検討するときとか、非常に今でも役に立っているのかなと思うんですが、でそうしているうちに3月20日に地理学会が、先ほど成美先生がおっしゃったように、マップを公開されました。で以降 Google マップの航空写真が更新されたりとか、東大の生産権が、まあ、国土地理院の写真を判読したりとか、例人が住宅地図を公開したりとか、それから総務省の方は4月に入ってから22年の国庁の、速報を、安倍沿岸地を優先的に集計しまして、人口世帯数を公開しております。この辺も非常に使い、データとしては非常に重要なデータだろうかなと思うんですけども、これは国土地理院が公開した、浸水範囲です。国土地理院はこれを集計して面積と土地利用とかの集計をされていますが、でこれが、まあ、地理学会の公開されたものです。でこれは非常に先ほどの南先生がおっしゃっている原始的なものなんですが、2万5000分の1の地形図に鉛筆でこう書いているということで、スケール感が非常によく分かっているスケール感の地図で、ウェブ上でこう公開するんじゃなくて、紙としてそのままプリントアウトできるような形で、やっているので、使いやすくて分かりやすいということで、私も見ていたわけです。でこの辺をなんとか、活用できないかなと。でというのは、航空写真というのは部分詳細すぎて全サイズをやっぱり掴みにくいと。ちょっと衛星の間違いは違うんです。衛星の方はやっぱり、バンドでやってますので誤差も出ていると。でやっぱり全サイズを掴むときには、今のこの地理学会のような2万5000分の1ぐらいの地図でこう見たものが一番手頃で分かりやすいんじゃないかと。でそれを全部プリントアウトしてつなぎ合わせて大きな地図を作ることが、一番分かりやすい、全体図を把握するのに一番いいのかなというようなことを、まあ、考えているときに、まあ、南先生のお話がありまして、じゃあということでいろいろこう実は独自にこういった作業も、監督とかですね、もう進めたりしていた時期もあったんですが、地理学会の方が GIS データを作られたので、その提供をお願いしまして、
ゴールデンウィークを挟んでデータを提供いただきまして、整理を始めたと。でこのお願いにつきましては今回のこの10人の趣旨をですね、ご説明させていただいて、いただいております。データはこういう具合に、福島県からこれ岩手県の途中までしか出てませんけれども、全体を把握できるような形で自宅のデータを提供いただいております。でこれはにつきましてはアルパクさんの方の宛の方とかに作業をいただきまして、ネット上で、フォーラム委員の方と会員ブロックの会員の方にも、それは公開しているのではと思いますが、今 A3 で2万5000分の1になるように部格割りをしまして、公開しておりますので、皆さん活用いただいているのかなと思います。でこれがまあ単純にこの地理学会からいただいたデータそのままなので、こういうデータがあるんですが、なぜこう GIS にしなきゃいけないかということなんですけれども、これから計画論を考えるときに、例えば人口ですとか産業ですとかいろいろな統計データもさまざまに整備されていますので、それとの重ね合わせをしなきゃいけないんじゃないかと。私が一番最初にやったのは都市計画区域との重ね合わせです。で都市計画区域については5万分の1なんですけども、全国全部データが、公開されていますのでそれを重ね合わせてみました。でしますと、実は、それは何でかというと、例えば84条の建築制限というのは都市計画区域の中だけじゃないのかなというようなことを考えたりしたりしてましたので、ほんまに全部でできるんかいなと。でいろいろ調べてみますと、例えば戦時期があるのは仙台と盛岡と八戸なんですね。で岩手の海岸沿いは全部戦時期じゃなくて非戦時期の時計ですね。でそれも一部こう飛び飛びであるんですね。で福島の方は沿岸にずっと自然でいっているので、これとここでやっぱ考えることが違うんじゃないかというようなことを考えたりしておりまして、で実際に先ほどの津波の範囲とプロットしていました。で宮城県は市街区域も結構これ面積なんですけど、これ市街化区域調整区域です。で実際に自然的のようと自然的で時計が意外と実は岩手県も時計街は面積としては小さいんだなということがこの集計をしてみまして分かりました。で岩手県の非戦的用途というのは例えば釜石とか有田市街地は非戦的の用途が指定されているので、こういったことになっているんですけども、ところがこれ箇所数でいきますと実は時計街の箇所がぐんと伸びまして、箇所数と面積と両方考えることが、こういった集計も簡単にできるようになりますので、これからですね、例えば先ほどの人口とか、DID も GIS データありますし、10メートルメッシュ標高とか、それから漁港の周囲とか位置とか、それから漁業センサスとか、植生図とか、それから旧藩地図というものもありますので、このあたりをこうデータベースを構築していきますと、これから皆さんがいろいろ検討される上で、非常に基本的な情報になるんじゃないかというようなことを考えております。で例えば漁港なんですけれども、この紫が一種で、地元の漁港で、この赤が、ちょっとそれよりちょっと大きめの漁港ということで、こういった情報もあります。でこれを見て分かったのは、複数のこう漁港で1個の漁港という場合にして法律上は扱われたりしますので、こういったことも、分かってくるかなと、ここは、ご活用いただければいいかなというふうに思います。で簡単でございます。以上でございます。